今いる19棟の大間さんの命の危機だったり、そこで働かれている方の雇用の問題だったりというものがありまして、はい、全く無知の状態ではあったんですが、はい、自分で何かできることはないかと思い、うん、スタッフの皆さんの後押しもあって、うん、この度は新規事業として取り組ませていただくこととなりました。私 もう新規一転栃木に飛行して住民票も移して、みんなと一緒に今事業を立て直すために奮闘しております。はい、今現状で言うと今牧場にいる19頭のお馬さんの安定した生活を維持するというところに着手しておりますが、今後それこそ競走馬の引退馬たちの保護馬の活動を、うん、でその子たちのセカンドキャリアを築く場として人とのコミュニケーションを持ってまた自信を取り戻す作業のお手伝いができる場所に、皆さんにその馬との触れ合いを通して穏やかな生活だったりとか、またコミュニケーションの温かさなどを再確認していただける牧場になっていたらいいなと思っております。だってこうミルクの風味も変わるというふうに山川さんにはおっしゃっていただいたんです。